では1番は山本美桜さんと凛のチームです。さあ各カテゴリーとも、1チームずつというかね、ちょっとね寂しいチームとなりましたが、さあ第2ラウンドで第1ラウンドのポイントをねなんとか上回るように頑張りましょう。いいですか。はい、参りましょう。レディーゴー。さあ第1ラウンドはね17ポイントでしたよ。さあ第1投目、これはまずは5ポイントからのスタートになります。さあ、まずはその第1ラウンドの17ポイントをね、1ポイントでも多く、ここが上がったところ。さあ、2投目、これもいいですね。さあ、今度はここでも5ポイントを取って、あと10センチ、これもしっかりとリンが持ち帰っています。さあ、少しちょっとここで嫌がったでしょうか。ちょっとボールは離したくないよという感じでしょうかね。さあ、残り時間30秒を切って第3投目に来たところですが、さあどうでしょう。リンがしっかりとボール、さあ残りは15、14、13秒。さあ今度は美桜選手が高く上げたボールは、さあこれも5ポイントいるでしょうか。さあこれ持って帰ってもう1本戦術がちょっと時間厳しいでしょうか。3秒前2秒1秒。さあこれをポイントしましょうね。はい、しっかりと戻しましょう。はい、 OK ですね。ポイントの方は15ポイント、トータルは32となりました。さあこのラウンドもねちょっとスタートラインズマンのそばに行ってしまいましたけども、トータルは32となりました。では続いてはスーパーミニクラスいきましょう。